今日はね、はい、アングルってわかります？アングル、うん、視点ってことですか？そう、カメラアングルで。カメラアングルって言いますよね、うん、使いますよね。使いますの、子供は。そう、写真の世界でも若干使うと思うんだけど、うん、動画の場合はね、はい、実はね、意味がある。意味がある。意味がある、うん、あの写真の場合はね、はい、例えばこう下から撮る、写真家さんが撮ると、はい、それは勝手に撮ってるわけで極端だけどね、はい、こっちも綺麗だからとか、うん、動画の場合は絶対意味がある。前もサイズの話したでしょ。そうですね。どんなように、はい、動画の場合はですね、はい、アングルっていうのはすごく重要で、うん、で今ここに映ってますでしょ、はい、うん、これはね、まあ、前もバストサイズ、うん、一番標準的というか使いやすいサイズ、はい、このスタイルにはちょうどいいサイズ、うん、で今このアングルってカメラの位置は上ですか下ですか、はい、真ん中そうそうそう、つまりアイレベル、はい、ほぼほぼ上の高さで、うん、これが標準、まあ、極端なこと言うとアングルっていうのは下から撮るやつと、はい、上から撮る、うん、まあ、下から撮るやつとローアングル、これそうだね。そうですね、これ見上げてるような、ねね、見上げてますよね、はい、でこれはあなた自分の歌から見上げられてるなと思うぐらいだけど、うん、これね、日本によっちゃどう見ます？青空の靴って、うん、明るい感じがするでしょ。そうですね、光もたくさん入って、ね、本人はいやちょっとそんなレベルじゃないんだけど使ってんだけどって思ってもそう見えちゃう。確かに、うんうん、だからこれコマーシャルとドラマの場合は、はい、明るい雰囲気がこれ、うん、あ下からが多いってことですね。特に CM なんかこの先の、ああ、なるほど、うん、確かに、うん、これはローアングルですね。今のだ、まあ、典型的っていうか、その都度変えたりはしますけど、うん、ローアングルの良いにする。なるほど、うん、まあもう見てるとおりですね。でこれがハイアングル、ああ見下ろしてる、見下ろしてる。ドラマの場合と、あの映画とか、うん、テレビのドラマの場合、はい、結構こう上から撮ってるやつ、うん、それをね、どういう時かっていうと、はい、暗く落ち込んでる時とか、うん、あのかなり現実的な、例えばお葬式などから帰ってくるとぼとぼしてる、あこういう、さっきみたいに下から撮らない、上から若干うーん、オーバーじゃなくてもほんのちょっとそうそうね、暗い感じになる。役者が演技が下手で暗い、あじゃ大事ですね、アングルの時間は。そういう意味でですね、ちょっと、はい、ここをお見せしましょう、はい、これ公園の歩いてきて上から撮ってる、はい、そうですね、はい、これはね、上から撮ってるでしょ。そうですね、いわゆるハイアングルですよね、うん、でこう座ります。でこれはあの暗いとか明るいとかっていうよりも、はい、説明としては公園の、うんうん、まあ木陰にこれから座るんだな、うん、歩いて座るんだなって説明前としては上から撮ったら、うん、横からだとどこにいるか分かんない、確かに下から撮ったらもっと分かる、確かに、うん、でも説明としてはいい、なんか空間の情報が伝わるってことですね。で後ろに子供たち走ったりして、はい、絵としては明るいですね、うんうん、でもこれがもしドラマみたいに前後になんかこう嫌なことがあったりすると、うん、急にこれ絵が暗く感じる、すごいですね、うん、だからアングルっていうのはそういう意味がある、うん、何もないでこうやって出せば、うん、まあ説明ですよね、はい、公園の広角の中に来て、うんうん、一服しようとしてるなって感じ、はい、それがあのアングルですね。でここからちょっとつなげますけど、はい、座りましたね、風が吹いて、うん、いいですよね、あ気持ちよさそうですね、はい、これズーム、このズームの話は後にしますけど、はい、こうやっていきますね、はい、これがね今言ったところの、うん、はい、ロアン、あー見上げてる、うん、下からなんですね、うん、ね、でこれだとどうですかね、ね、うん、明るい感じ、明るいね、CM カットみたいな感じ、うん、うん、これがだから今みたいに公演全体の説明の中で、はい、そういう意味です。これをじゃあ、うん、今ちょうど下から撮ってるんですけど、はい、正面から撮ってる顔の位置だったらどうだろうか、うん、ああそれだとちょっと、まあ、光とか緑とかが、おそらくこういう、うん、明るさは出ないんじゃないかな、うん、確かにそうですね、うん、で完全にこれそうでしょ、はい、ね、なんかあの化粧品のコマーシャルみたいな、ね、これもそうですね、これも下ですね、5年か撮ってますけどね、
これがもし背中のカメラの位置をここ持っていっちゃったら、おそらくこの辺が映っちゃってて、うん、これは映らない。そうですね、はい、でかなり現実っぽい、うんうん、でしょ、はい、だからそうやってカメラの位置っていうのは考えなきゃいけなくて、うん、でそのストーリーの前後によって意味を持つんだってことを、うん、現実的にはね、なかなかそうやって考えて取ることないと思うんだけど、うん、だからアングルってそういうものだってことだけは知っておいてもらうと、うん、プラスになるのかな。ちょっともう一度お見せですけど、これも下から撮ってる。そうですね、ね、喉が乾いたよって雰囲気は出てますよね、はい、じゃあこれ正面から撮ったらこうなっちゃうの、はい、現実ちょっと恥ずかしいですよねこれ。だからアングルってこれも全く、うん、ほぼ正面ですね、目線の高さですね。これは極めて現実的ですよね。うん、そうですね、うん、ただそのリアルとしてる、うん、さっきの下のこうやって、はい、こうイメージが同じ人とは思えない、うんうん、でしょう。そこはだからある程度は分かって撮るのと、うん、まあいいやという、でもそっちは違うかなということですね、うん、特にあのなんか下から撮ったらかっこいいからとか上から撮ったら面白いからとっていうことでやっちゃうと、あとあと場合によっちゃね、うんうん、おかしくなっちゃうかもしれない、うん、これは前前を、はい、話していたパーニング、パーニングですね。このパーニングっていうのは前に言った通り海の広さ、はい、うん、でね、ちょっとこの間付け足しますけど、はい、もうプルプルちゃうと美味しそう。このね、はい、広さと同時にね、実はねある種ね、もう一つ意味があるんです、パンっていう、うん、特に横パンの場合多いんですけど、はい、これも覚えておいてほしい。漠然と振れば広さが出るだけじゃなくて、はい、うん、位置関係、うんうんうん、縦向きのパンより横の方が多いと思うんですけど、うん、これはね、ここのホテル、はい、まあ、これ有名ですよ、この場所ね、うんうんうん、ここからこうやって振りますね、はい、船がありますね、はい、そうするとこれからの話がここからさっきの、うん、ホテルから、それから海をこう渡ってこちら側、うんうんうん、で止めましたでしょ、はい、そうすると見てる方は、うん、あのね、港未来のこうビルが見えて、はい、海があって、はい、その対岸の対岸の船があります、うん、もしくはここに微船があります、微船がありますね、まあ、こっち側に移動してここから次が始まるんだから、っていうふうに感じるわけ、はい、もう無意識で感じるんですよ、うん、位置関係につながるわけ、うんうん、でこの後に、今見てるコロナのこういうお食事をしてですね、はい、いよいよな絵が出てくるとほら後ろに船があるんですよ、ね、あ、本当ですね、そうすると、まあ、極端なこと言うと船、あの港未来がしました大きな船があります、はい、ポンとつなぐと、あ、これだけ見ちゃうとどこに行くか、そうですよね、うん、でさっきのこの横パンの映像があったから、そう、港未来の横の船の横のお店で食べてるかなって、だから位置関係ってパンと位置関係合わせるでしょ、うん、動画を勉強したいんだったら、はい、今アングルって話と、うんうんうん、パンの位置関係っていうの、うん、この2つは覚えておいたら、うん、あのよりメッセージを、そうですね、確かに確かに、ということですね、はい、うん、はい、ありがとうございます。